魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ、再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。花園将軍が撃たれただって？嘘だろ、あの花園将軍だぞ。曹操様の本隊の到着までは時間がかかる。このままじゃ俺たちは。あれほど戦意の高かった軍勢が花園殿が撃たれた途端崩壊したか。将軍一人でこの有様とは。これがもし曹操殿であったら。芝居、あざなは中達。曹操に才を見出され、再三の出仕命令を受けて軍師となった。曹操は長老を討ち漢中を手に入れたが、蜀軍に攻められる。芝居は漢中の防衛を任された花公園に従っていた。だが歴戦の猛将花公園がまさかの討ち死に。魏軍の陣内は混乱を極めていた。皆さん落ち着くのです。浮き足立っては敵の思うつぼですよ。花公園将軍に代わり私たちが指揮を取ります。残存部隊をまとめてください。将校様、各愛様。承知しました。ほう、これは。お見事、お二人の勝つで軍が落ち着きを取り戻した。おお、芝居殿、あなたはご無事であったか。なんとか兵の動揺は抑えられました。しかし厳しい状況に変わりはない。ここはぜひあなたの知恵もお貸し願いたい。何、知恵というほどの策はいるまい。曹操殿が漢中へ引き返してくるのであろう。ならば交代し防衛戦を引き直して耐えるのみよ。なるほど、ではすぐに軍を交代させましょう。漢中を取られたのはこちらの策の甘さゆえか、あるいは、いや、今は眼前の状況に専念するとしよう。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。まさか、花公園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ、あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花公園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり、劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。皆に支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。この大使、必ず貫いてみせる。責任
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。へえ、立派立派。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。総長様、今度は漢中の山。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。馬がご入り用で。またお待ちしてます。兄者の天下のためには漢中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に代えてもこの地は譲らん。先に行った縁のためにもならん。俺たちはこの地で守りを固めるぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。あの地を抑えるぞ。進め。血を消してやろう。消えを捨てろ。血を消してやろう。消えを捨てろ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。仕置きしてやろう。消えを捨てろ。仕置きしてやろう。消えを捨てろ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。仕置きしてやろう。消えを捨てろ。
仕置きしてやろう。お前の戦並大抵ではないだろう。逃がしはせんぞ。強っ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。昨日の酒が残ってたかよ。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやる。敵将、私が討ち取った。仕置きしてやろう。なんと壮麗な戦で。手を伏せろ。あの地を抑えるぞ。進め。差もないわ。曹操の戦運び、妙ですね。何か別の目的が隠れているような。諸葛亮殿、詮索は不要でござる。拙者が今ここで貴公を討ち果たさん。仕置きしてやろう。消え失せろ。ここは引いておきましょう。早く曹操の狙いを見定めなくては。敵将、私が撃つと。造作もないわ。すごいな、さすがだ。上皇殿は窮地を脱したが、さすがだな。では、俺はそのまま守りにつこう。この漢中を治めるべきは劉備殿よ。勧誘の軍など追い返してくれる。その思い上がり、勝死千万。不埋のまま、我が刃の露と消えるがいい。強っ。あのような奴らに負けるなど。へい、これは何かの間違いだ。造作もないわ。短期で乗り込んできた胆力は認めよう。だがその程度で動じる俺ではないぞ。どうして思うように体が動かないの。目の前に生理の死神がいるのに。逃がしはせんぞ。来て。
仕置きしてやろう。いいところに連れて行ったんだ。消え失せろ。行くぞ。俺たちの部で敵地を制圧する。仕置きしてやろう。消え失せろ。進軍開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。さよっ、う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 っ、残念だけど、これ以上は無理みたいだね。というわけで、さようなら。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。消え失せろ。ここまで戦況を覆されるとは。悔しいが引くしかあるまい。すぐそばにいたのに馬鳥を引き裂けなかった。まだ悪夢を覚めないのだ。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。行くぞ。この傭兵艦、俺たちが落としてみせる。仕置きしてやろう。おいおい、曹操様の邪魔するよな。そんなの絶対許さねえぞ。敵に背中を見せることは許さん。この地を死するのだ。消え失せろ。さあ、さよ、うっ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 、皆の役に立てなかった。敵将、私が討ち取った。先を考えて、ここで無理はできない。今は引いておくべき。造作もないわ。なんとさ。戦ぶり。この先へは行かせぬ。長子龍が相手となろう。諸君の名将長武、仕置きしてやろう。超分裂、受けて立とう。仕置きしてやろう。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。うっ、つい、つい、うわ。お見事な戦ぶり。ここは引かせてもらう。造作もないわ。
お見事な腕前、それがしも習いましょうぞ。私たちは今、宝生が率いる軍団と交戦中です。彼の策は大変厄介です。打ち破るため、どうか知恵をお貸しください。くれました。これで私たちの策にも幅が出るでしょう。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。敵陣に乗り込むぞ。やるからには徹底的に蹂躙しろ。宝生はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。うっは、様子見といったところですね。この手で戦局が好転するといいのですが。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。息切れしてきたな。行き倒れる前に戻って補給だ。宝生はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。おお、これこそ必勝の一手でしょう。一時停止ということで、
ここで防御態勢を取るのだ。体勢を取るのだ。硬直が相手をしよう。覚悟を決めてかかってくる。血置きしてやろう。消え失せろ。受けてもらうぞ。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。おお、宝星が引いていきます。おかげで助かりました。感謝します。
騒がしくなってきたの。そろそろこれはいいじゃな。わしは仕置きしてやろう。待て、コーチ。消え失せろ。あいつは父さんの仇。絶対逃がさない。星の甲では押し切れんかい。無念じゃのあなたがいなければ今頃俺も。あの、本当にありがとうございます。曹操、お前に冠中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。完璧よ。なんと壮麗な戦ぶり。さあ行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。締めて戦え。血置きしてやろう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あとは這い上がるどん底からの戦は気楽だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。仕置きしてやろう。消え失せろ。こいつらなんか爪みてえだな。敵将、私が討ち取った。高層ゆかりの地を追われる。だが私たちの道はまだ終わりではない。デム、繁盛が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りならば関中にもう用はない。なんとそういうことですか。関中の餌に関羽を釣るとは、さすが曹操殿だ。関中の戦はここらが潮時であろうな。宗人、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花光炎殿のように死の本分を全うせん。書こうとも、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、毛沢、お前は休め。
短期間で艦中と合皮の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと。天も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。毛徳には戦勝の宝刀外貨だけを聞かせるのだ。分かった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち乱世の均衡を打ち破るのだ。